ハウス嫌な死に方ランキングということで、この動画では海外の死にゲーであるハウスの死亡シーンを全部集めまして、その中の嫌な死に方のジャンルをランキング形式で発表いたします。またこのゲームでは同じ斧という凶器でも母親が殺されることや妹が殺されることがあります。ですがこの動画では同一凶器であれば同じものとして被害者は一人だけ紹介します。それではランキングに移りましょう。第15位、まあ最下位ですね、は吸い込まれて死亡がランクインしています。例えばこの冷蔵庫に引きずり込まれて死亡であったり、特に死亡シーンが描かれないものがこの順位としてランクインしています。一つ目はこの冷蔵庫への、まあ、引きずり込まれるもの、二つ目は、トイレの中に吸い込まれてしまうもの、まあ、ちょっとこれは血が出ますね。そして三つ目は妹に天井に、天に引っ張られるっていう感じですね。あなたも一緒に来てよと言わんばかりに引きずり込まれる死に方になります。そして最後に、まあちょっとこれはジャンルが微妙に違うかもしれないですが、ベッドの下にいるムカデ、近づいてみると何してるのって言うと引っ張られて、バラバラにされてしまいます。第14位、は銃殺になります。このゲームにしては割とシンプルな死に方ですね。まあ、当然きついですけど、一瞬で死ねるということからこの順位としております。で、銃殺のバリエーションもまあいろいろあるわけですが、今回は妹に対する銃殺をご紹介します。第13位、は丸飲みですね。怪物たちに丸飲みにされるシーンが入ってきます。例えばこの場合はネズミに首を一口でパックンチョと。次はトイレの怪物に、まあ、襲われて同じく首を一口でパックンチョ、体も一口でいただきますと。でこの両親の家にいる化け物に対しては本当に一口で丸飲みですね。この場合お腹の中でちょっと生きてるかもしれないので少し嫌ですね。で最後はこの巨大な冷蔵庫から出てくる化け物に、もぐもぐっと、若干咀嚼されてそうな感じは嫌ですね。ただ他の死に方に比べるとまだマシな方かなと思い、この順位としております。第12位、は切断されて死亡のシーンが入ってきます。これもまあちょっといろいろバリエーションがあるんですが、まずはお母さんに首を切られてしまうシーンです。やられる相手がお母さんっていうのが嫌ですよね。続いて、クリア後にのみ現れるハサミ女にバチンバチンと切られてしまうシーンですね。このシーンの場合、首がちょっと後回しにされてるのがより嫌なポイントですね。続いての切断シーンは斧による切断ですね。これもまあいろいろなキャラクターのパターンがありますが、妹ちゃんということで、まあ、これは普通であれば死なないとは思うんですが、トラバサミによる死亡シーンとなります。逆に言えば死ねない分余計に痛みが残って、切断の中ではだいぶ嫌な部類に入るかなと思います。最後はラスボスが倒されるシーンですね。これラスボスって言っていいのかな。まあこのおじいちゃんかっこよく一刀両断ということで、まあ、自分がこのおじいちゃん側だったらこんなあっさり倒されるのは嫌です。第11位、はバリエーションが多いですが圧死がランクイン。まずはじめはクリア後にしか現れないカエルの化け物ですね。この子に潰されて死ぬという死に方です。こちらはボーリングの球に潰されるという死に方になります。小動物系にしか効かないので、中型犬である自分にとってはあんまり関係のない死に方になります。同じく圧死としてシャンデリアが降ってくるという死に方になります。特にこの死に方は印象に残った人も多いんじゃないでしょうか。圧死の最後はこの止まった世界で指に潰されるという死に方になります。よっぽどこの死に方をする人が少ないのか、この死に方をするとトロフィーを手に入れることができます。第10位、は噛まれての死。丸飲みに比べるとこのようにまあ咀嚼がメインとなってきます。一つ目はこの歯に噛まれて死ぬ死に方と、二つ目は第二形態のお父さんに殺される死に方になります。第二形態のお父さん、血を足代わりに歩いて襲ってきますね。しかも飛びついてくると、強いなやっぱお父さんは。第9位、
第9位は猫に引っかかれての死になります。この猫の亡霊が出てくるのは自分が猫を殺した時だけなので、他の登場人物に比べて猫がとりわけ優しいなっていう気がしますね。第8位は転倒死です。この転倒死に関してはその死んだ時のダメージっていうよりは、なんというか恥ずかしさ的に嫌だなっていう気がすごいしますね。でお母さんはまだちょっとかわいそうだからいいんですけど、このエンディング後に現れるハサミ女ですね、名前が合ってるか知らないですけど、に関してはこの死に方したらもう自分の葬式はしないでくださいって言いたくなりますね。第7位はこのカーペットによる串刺しです。なんとなく串刺しってすぐ死ねなさそうですよね。第6位はまだ人間をやめてない段階、第一段階のお父さんによる目を一突きですね。これもすぐ死ねなさそうだけどめちゃくちゃ痛そう、目をくり抜かれるプラス死っていうことですね。第5位は首吊りによる死。やっぱり首吊りって結構きついって聞くので嫌な死に方かなと思っています。でもこの妹ちゃんも姉が見ている前で首吊るっていうのもなかなかのメンタルですよね。大切にしてたピアノ壊されたから仕方ないか。第4位は影に引き裂かれて殺される死に方です。昔の馬に引っ張られて殺されるみたいな拷問にある通り、やっぱり引き裂かれるっていうのはなかなかきついんじゃないかなと思います。第3位はこれ解釈分かれると思うんですけど、この魂を抜かれて殺される死に方です。痛みはなさそうなのでその点はいいかなと思うんですけど、だいたいこういうのってなんか魂がずっとこの化け物のお腹の中から抜け出せずに永久に苦しみ続けるみたいな設定があったりすると思うので、それは嫌だなということでこの順位です。第2位は偉大なる父の最終形態、頭だけになっても血で溶かしてくるお父さんです。一瞬にして全身が溶けるあたり、まあマシかなと思うところがある反面、やっぱり口から出した血っていうところもあって嫌ですよね。吐しゃ物っぽい感じが。第1位は猫が食らっていた焼死ですね。このゲーム不思議なことに人間は誰も燃えることはないんですけど、猫に限ってだけ焼死してしまいます。焼死はめちゃくちゃ痛いしめちゃくちゃきついって聞いたことがありますし、本来煙で意識を失うからまだマシみたいなことが言われてるのに、最後まで走り回っていたことを考えると意識が残っており、とても苦しい死に方ではないかなと思います。いかがでしたでしょうか。皆様の中でやっぱりこの死に方が一番嫌だっていうのがもしあれば、ぜひともコメントお願いいたします。別のゲームの死亡シーンと比較してみると、なんとなくこのハウスというゲーム、洋ゲーならではの無茶苦茶な死に方も結構見られたのではないかなと思います。それでは残りの時間は死亡シーン集でございます。ご視聴ありがとうございました。Thank you.